マッサージ店から見た整体や整骨院業界のいいところ悪いところを教えてください。マッサージ店というか、まあ、リラクゼーション店ですよね。中途半端ですよね、整体って。やっぱりあのリラクゼーションをもともと目的にしてた人が多かったんですよね、整体行く方も。でどうしてもリラクゼーション業ができた限りで、ちょっとやっぱ整体の勢いもちょっと落ちてきてるかなっていう気はしてるんですよね。整体ってこう、まあ体の部位を治すみたいなところあるんですけど、でもやっぱり医者ではないじゃないですか。整骨院なんかはまあもちろんあの免許あるんですけれども、やっぱちょっと中途半端なところは若干否めないのかなと。お医者さんでもないしと、まあ、完全にこう治療できるわけでもなく、でリラクゼーションでもないという位置づけされてしまっているので、まあ、例えばリラクゼーションでやっぱりこうなんだろう、不安で本当に治したいっていう人が医者に行くほどでもないっていうところで整体院に行くと思うんで、まあ、そういった意味では、まあ、なくなりはしないけども、増えすぎてるっていうのもあると思うんですよね。で、まあ、接骨院とかのね、まあ、いいところ、まあ、そういう意味では、まあ、事故の後のこう専門の接骨院とか整体院ってありますよね。事故をすごく強調してて、であれってやっぱ保険降りるんで、やっぱりこう整体院通ってたら何本か賠償降りるとか、知らない方のために車で事故しますよね。で例えば、自分が事故を受けましたと、怪我をしました、でちょっと痛いって、首がちょっとなんか痛いなって言って整骨院通うんですよ。で病院に通った日数分かけるあの賠償金いくらっていうかける算でもらえるんですよね。なので病院に行っても、いやいやこれもう治ってるからって、全治1週間ですって言われたらそれで終わりちゃうんですけども、実際には病院で1週間って言われた後も、いやまだ痛いから整骨院に通ってるんですよっていうパターンがもうほぼほぼなんですよ。で整骨院もそれを分かってるんで、できればあの来てくださいねとか、あのうち事故受けたまわりますみたいなのやってるんで、堂々とは言えないんですけどね、賠償金もらえますよって。でもそういうのが実は世の中にあって、整体院っていうのはそこで稼いでるっていうところもあったりするんで、まあそういう会社ばっかりじゃないとは思うんですけどね、はい、っていう感じです。